ただいまご紹介に預かりました地元県議会議員の松井翔一と申します。本日はこの場所におきまして地元3県にご案内をいただきました。この場には3県に集っておりまして、私からご紹介申し上げますけれども、現在栃木県議会の副議長をしております神谷幸信県議、並びに小林幹夫県議等のも参列させていただいておりますが、私から代表いたしましてご挨拶をさせていただきたいと思います。改めまして、平成23年の消防デスム式が過去盛大に鹿沼市消防本部並びに消防団、さらには多くの関係各位のご尽力によりまして執り行われておりますことを心よりお喜びを申し上げたいというふうに思います。また先ほどは様々な栄えある表彰を受けられました皆さん、また各分団並びに一個部隊の皆さん、本当におめでとうございます。日頃の皆さんの訓練の賜物でありまして、私も一市民という立場から心より本当に感謝を申し上げたいというふうに思っているところでございます。特に表彰の中でも無火災の表彰などもございましたが、こういった無火災表彰といいますのは本当に素晴らしいことでありまして、今日は婦人防火クラブの皆さんもいらっしゃいますけれども、いわゆるそういった防火等に対する事前の啓発が行き届いているという賜物でありますから、これからもぜひともよろしくお願いをいたしたい、このように思っているところでございます。鹿沼市においても一昨年2008年にはいわゆるゲリラ豪雨がありまして大変な被害を被ったわけでございますが、県議会といたしましても3県に努力をしまして、さまざまな部分における対策を講じながら今その後処理について鋭意努力をしているところでございます。先ほど知事の祝辞にもありましたように、次期総合計画の策定が進んでおりまして、いよいよ大詰めを迎えているわけでありますが、今度の総合計画においては向こう5年の本県の施策を進めにあたって、その3つの柱の1番目に安心戦略というものが来ているところであります。まさに生活をしている身の回りからの安全を確保する、そのための諸施策を推進する、そういう意味では本当に重要な計画になってくると思いますし、そうした意味では地元3県に連携をしながら、まさに現場の声をしっかりといただきながら具体的な施策の拡充に努めていかなければならないと思っていますから、この機会を改めましてお借りをいたしながら、皆さんの現場からの切なる声も随時いただけるようなご配慮を賜れば、このように思っているところであります。私たち地元3県にとにかく連携をしまして、いわゆるチーム鹿沼としてまさに鹿沼市の火消し役になれるよう、この防火そして防犯の対策がこの鹿沼から充実されるよう魅力ながら努力をしていく所存であります。本消防デスム式にあたりまして、私どものその決意も述べながら、これからも皆さんのこの1年のますますのご尽力ご活躍をお願いをし、鹿沼市民の安全安心を守っていただくことをお願い申し上げまして、甚だまとまりませんが私からのおめでとうございます、そしてこの1年よろしくお願いしますという気持ちを込めた挨拶とさせていただきます。本日は大変ご苦労様でございます。